お疲れ様です。今回ですね、仕事サボって買いました。すいません、もう大変申し訳ございませんでした。仕事サボって買いました。まあね、過去の動画見ていただけたらわかるんですけども、で今回はワコマリアさんの、季節は早いんですけども、私も先走りますので、もうね秋冬、そうですよ皆さん、秋冬ですよ。秋冬がもう目の前に迫ってきておりますよ。そう思えば仕事サボっても買うでしょうね。ということで今回ワコマリアさんのテーラードの、もうサムネが最初載ってると思うんですよ。試着動画も載ってると思うんですよ最初でね。でウール素材の、テーラードジャケットセットアップですよ。ちょっと取り出してきてみますね。よし、こちらにあるんですけどもね、ワコマリアさんの、まあもうね、もうはっきり言います、はっきり言わせてください。セットアップは確実です。必ずセットアップで、必ずっていうわけでもないんですけども、パンツと、セットアップの、まあ、ウールのテーラードジャケット、のものなんですけども、まあ私ね、まあまあそうだな、どう説明すればいいかな。ワコマリアさんでもやっぱりね、テーラードジャケットだけでもないんですよ、ぶっちゃけ言いまして。テーラードジャケットのセットアップもあり、か絶対ありますし、でアロハシャツと言われるような、ショートパンツ、ショーツ、そういったものもございます。でテーラードのショーツもございます。まあ半ズボンですよね、テーラードの。でまあ私はね、なぜワコマリアさんの、まあ普通だったらオーダーするでしょ、ぶっちゃけここだけの話ね、ここだけの話、ワコマリアさん置いといて、ぶっちゃけなんか青木とかなんかテーラードの売ってるとこでまあオーダーするでしょ、ぶっちゃけ。まあ結構なお値段するじゃないですか。私がまあフルセットで、まあ、青木だったかな、ごめんなさいね、メンズプラザ青木、青木そう青木でね、青木さんでね、購入した時は全て揃って3万ちょい、まあ4万円あれば買えたんですよ。ベルトも何もかもシューズも含めてね。で滑り止めつけましょうかって絶対言ってくるでしょ、どこのテーラードでも。滑り止めつけましょうかとかね、ベルト、落ちないよね。でダブル仕立てにしましょうかとかね、あるじゃないですか、シングルとかダブルとか、ややこしい、あんまりぶっちゃけね。でもね、そこにこだわる方は絶対おられますので、それはこだわりですよ。ダブルでちょっとボリュームも出したい、まあ、これをやってもらったの、これやってもらったのかな、そうやってもらって、やってもらってる、全て塗ってませんよ、これ全て塗ってません、一箇所一箇所止め、1、2、3、4点止めで止めて、こういった形でね、寸法をやっていただきました。まあぶっちゃけこれもこだわりなんですよ。
ど忘れですけど、ど忘れですけども、季節感全くないんですけども、ああ、今の時期はもう切れないです。ただ、冬、秋、冬、そういった季節に、ね、そういった季節ね、そういった季節にやっぱりこのウールのテーラージャケット、もうまさにもう、ドンピシャでしょ。うん。で、私は出張は、仕事でね、出張行っておりましたので、もう買って帰ったんですよ、これ セットアップ。うん。いやなんか妄想ですが、お前仕事しろよ思われるかもしれませんが、まあいいじゃないっすか。すぐ帰ってくるとは思っておりませんでしたので、まあこれはまあ比較的にそんなに古く、うん、古くはないモデル、うん、で昔のモデルはちっこかったんですよ。サイズ感がものすごいちっこかったんですよ、ワコマリアさん。で年々重ねていって、まあ SMLXL ってあるじゃないですか、うん、あるんですよ、あるんですけど、大体がもう身幅も大きく、マチができて、うん、そうそう、マチもできて、マチの幅ね、うん、できて、結構タイトめにも着ることもできますし、やっぱりなんかもう見た目が、うん、見た目がスーッと綺麗になってるわけなんですよ。うん、綺麗な感じにね、見えるわけなんですよ、ワコマリアさんのテーラードって。まあ一応はどこどこの生地とか使ってね、うん、まあまあ頑張ってるっちゃ頑張ってるんですよ、うん、そこが好きなんですよ、ワコマニアさん、うん、言わせてください、うん、はっちゃけてる、はっちゃけてる、もうギラ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 っていうようなものもございますし、こういったねシンプルなでしょ、ね、シンプルなものもあるんすよ。だからワコマリアさん好きなんすよ、私、うん、なんかはっちゃけたいなーっていう時もございますし、はっちゃけたくない時もそれは当然ございます。そしてなおかつシルエットにこだわってるワコマリアさんは、私は過去にテーラードの、まあ、テーラードのジャケット、背広って言ってたんですけど、また言われるかな前はカッターシャツの話で言ったでしょ、背広、昔は背広って言ってたんですよ。もうそんな言葉使わないんですかね恥ずかしいな。ね、まあ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 、その、さておきね。ね、背広ね、背広。今では合わないね。まあまあまあ、まあ、テーラードで言いましょう、うん、テーラードと申しましてね、ピンバッジも、まあ当然ながらピンバッジつけるじゃないですか。ワコマリアさんの過去の、ものでは買った時に、あの穴開けましょうかと、うん、星のスターの、パッチ、あの、何だったかな、ピンバッジ、うん、ピンバッジみたいなのつけれるんですよ、穴開けてね、うん、業者に頼んで穴開けてもらってね、これはもう最初から、うん、ピンバッジつけれる、うん、そういったおしゃれもございます、うん、ね、今言うたとこね、ここにねピンバッジつけたりとかね、うん、そういったおしゃれもできるので、だからね、そうだな、ウールのジャケットでもピンバッジがつけれて、何かしらアクセントを、ネクタイをちょっと色を変えたりとか、これちょっと一応ね、これちょっと法事でちょっと使うので買っちゃったんですよごめんなさいね、買っちゃったんですよそれで、うん、まあ、何かしら理由あるじゃないですか、うん、その時の季節にはまあ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 、そうだな、うん、使えるのであろうということでね、うん、セットアップでね購入させていただきました。やっぱ裏ね、やっぱ裏に ポケットがあるとね楽ですよね。スマートフォンもバッ
自社入りますよ、スマートフォン。スマートフォンね、バッチリ入ります、ね、このスマートフォンを、このジャケットにポーンってね、こうやって入れれるでしょ。楽じゃないっすか。そしてタバコも入れれるね、タバコも入れたらいいっすよ。入れたらいいんすよ、ね、うん、遠慮しなくていいですよ、うん、ね、素晴らしいっしょ。ここ前とか、あ、入るかな、まあ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 入れれるんですよ、うん、ね、だから私ね、もう普段着でもテーラードジャケットって言われるようなカテゴリーを街中に落とし込みたい。ご利用しで、そういった気持ちにさせられるわけなんですよ。ああ今日休みなのにスーツ、テーラード着ていこうとかね、うん、T シャツの上にね、うん、そういったフラッと、うん、肩にパーンって かけるような脱いで肩にパーンってかけてね、出歩くような肩掛けにして歩いていくような、そういった感覚でも使えるわけなんですよ。ちょっと不思議なのは、アメカジでテーラードってないでしょ。アメカジでテーラード文化ってあると思うんですよ、うん、まあデニムかどうかは分かりませんが、ビートルズでなんか作ったんちゃうかな、レストラン入るときリーバイさんが発注かけて、デニムでスーツを急遽作ったやつとかね、だから、あ、逆にアメカジでテーラードで合わせていくようなスタイルをある意味ね、それを持ち込むことによってまた幅が広がるじゃないですか、うん、だからそういったことも私考えてるわけなんですよ、うん、アメカジにいかに落とし込むか、うん、だってこれまあスラックスですよね、うん、ウールのスラックスパンツ、うん、下にエンジニアブーツを履いちゃえとか、うん、いいんすよ、全然いいじゃないですか。何かいけないですかね。そういったこともね、ある意味挑戦なわけなんですよ。ただ単にスーツ着るわけでもございませんよ、うん、ちょっとしたおしゃれなポイントを追求していくと、どん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 広がっていくわけなんですよ、うん、それが、ね、やっぱりテーラードの私の魅力なわけなんですよね。なぜかは知らないですよ。私の魅力はそこにあるわけなんですよ、うん、だからこれに別にあのリクルートシューズ履かずにナイキのシューズとか履いてね、コンバースのシューズ履いたらいいんですよ、うん、いいじゃないですか、面白いじゃないですか。ウォレットチェーンつけてみたりとかね、クロムハーツでベルトつけたりとかね、全然構わないですよ。だからそういった意味合いではこのテーラードっていうジャケットを、まあ、ウールじゃなくてもね、うん、1本2本3本、うん、セットアップで持っておくと本当に使い回しがいいんですよ、うん、でいざ何かスーツ着ないといけない仕事になってくるじゃないですか。そしたらスーツ着ないといけなかったらタンスの中にも1週間分入れるでしょ。1週間分ちょっとぐらい入れるでしょ、テーラードジャケット、うん、毎日ね、色変えていってね、楽しんでいくじゃん、ネクタイ色も変えていくじゃないですか、うん、そういった楽しみってやっぱりテーラードしかできないんですよ、そのカテゴリーの分野では、うん、だから面白いんですよ。私の言うてる意味分かってくださいますかね。面白い、ネクタイの色も変えれるし、別にネクタイじゃなくてもいい、別に他のものでもいいんですよ、うん、でなんかベスト、ジレですか、うん、そういったものも中に着込んでもいいですしね。そうなってくるとだんだん面白くなっていくわけなんですよ。だからテーラードって私も大好きなんですよ、本当に、うん、ちょっとしたレストランでもスーッと通してくれますよ、本当に、汚いボロボロの、カッコで入った、ちょっと待ってください、絶対言われるんでね。だからこれを持ってフラット T シャツでもいいですよ、その上にテーラードを羽織っただけで、はいどうぞというようなレストランも通用するわけなんですよ、うん、
いったことでね、今回は私がワコマリアさんのテーラームのことをね、あえて私が思うテーラードのね、ワコマリアさんのことについてね、アイテム紹介にもなりましたが、それプラス私が言いたいことを私はこの動画でアップロードをしていきたいと思っておりますので、ちょっと考え方変えてね、どんどんアップロードしていきたいと思っております。引き続きコメントも引き続いてお待ちしておりますので、またねよろしくお願い申し上げます。それでは失礼いたします。ありがとうございました。ありがとう。最高。